Thank you. 女子高生限定のトーナメントが昨年まではあったんですが、そこで連覇してきたのがミオ、はい、今回から 48kg 級が一般のクラスとなったんですね。あ、なるほど。さあこの2人は対戦しています。ミオにプロ初黒星、唯一の黒星をつけたのがモミという図式もあります。まあ、J ガールズを代表する今チャンピオンですからね。そうなりますよね。まあ、団体を背負って出てくる以上は負けられないですし、まあ、それなりに実力を背負って今やってますよね、はい。その牛柄のコスチュームがトレードマークとなっていますモミです。それに対して新しいこの黄色いロングスパッツでやってまいりましたねミオです。投げ立ち関節技が認められています。シュートボクシング1ラウンドに2回のダウンで TKO 負けとなってしまいます。さてこれどっしりとミオが構えて前蹴りパンチで崩そうというのがミオでしょうか。サウスポースタイル、いや今30秒ぐらいですか、ミオはまた強くなりましたね。強いですね。もう分かりますね。分かる、これは結構お客さんぐらいにも通じるぐらい分かると思うんですけども、彼女は毎回必ず何かレベルを上げてきますね。今モミ選手のパンチいくつかポンポンポンと出てきましたけど、全部すかして返してるんですよね。だからこのね、30秒ぐらいの間であれだけ目の感覚が鋭くね見えてるということは、これなかなかプロの選手も難しいんですよね。だん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 見えてきてね、後半に照準を合わせてきますけども、はい、もう1ラウンド始まって30秒ぐらいでああいう見切りをするというのはなかなかできることじゃないです。もう20勝を挙げているのがモミですからね、はい、それに対して堂々たるクレバーな戦いぶり、また冷静そうです、やはり及川道場勢恐るべしというところも一つありますね。組み倒していきます。構えてて左の手と右手を左右にちょんちょんちょんと少しずつバランスを取る取り方とかレーナ選手そっくりですけどね、まあ、同じ道場でね普段まあ切磋琢磨してますから、はい、まあ、だんだん似てくるね姉妹関係でもありますし、そうですね、まあ、似てくるのはこれは当然なんですけども、いやレーナの方もここのところもうミオを意識するような上がってこいというような、そんなニュアンスのコメントもあるんですよね。近づいていく、近づいてきたミオです。さてリプレイご覧いただきましょう、はい、一つこのレーナ選手の軸のスタイルと違うのは構えまでは一緒なんですけども、はい、バックステップやこの後ろのパンチに対してこの後ろに対して見切って透かすやり方、前に出るだけじゃないんですよ、ミオ選手のスタイルって、はい、もう今も一つありましたね。バランスが非常に真ん中で整ってて、なので後ろにもかわせるんですよね。その後ろのかわしからの返しがすごく早いです、はい、通常その斜めや後ろに下がってしまうと、左右に首を、ね、振ったりだとか、はい、レーナ選手みたいに逆にパンチをかぶせていったりとかね、攻撃につなげるパターンがよく見られますけども、ミオ選手は後ろに一つ拳を一つ分透かすんですよね、はい、透かして自分のパンチを返していくという、はあ、これ面白いですね、またガードも硬い。さて逆にモミの方は多少形が崩れても強打でといきたいところですけれどもね、はい、やっぱモミ選手はいろんなやっぱ経験がね非常にありますんで、はい、もうこれ36戦目ですよ。そうなんですね、なのでそのどっしりしたどっしり感というのは安定感はありますね、おお、でもパンチでぐらついた、ストレートはミオです。いやこの透かしてストレートかっこいいな、かっこいい、それもう最大の賛辞でしょうねかっこいいかっこいい、いやかっこいいっていうのはねバランスがいいことでもありますし、これはいいことなんですよ。確かにこれもこれはシュートですよ、シュートポイントですね、ミオが奪っています。これもかっこいい形で決まりましたね。そうそう、モミがロストポイントとなっています。盤石ですミオ、ストレートいいですね、いいですね、伸びてきますし精度も高い。Jガールズを代表していますモミ、シュートボクシングでの体感も狙うんですがここまで苦しい展開、ミオは語りました。もうモミにはやり返す、ワクワクするというふうにコメントしています。
そして彼女もレイナ選手同様全てをかけています。さてこのラウンド振り返っていただきましょう。いやいい、これリプレイでね、オークロスも当てて、まっすぐ当てて、そしてこれです。ここあの相手の重心のバランスを確認して、まあそれも感覚なんでしょうけども、それで救って持ってってるんですよ。あなのでがむしゃらにただただ投げに行ったら投げられましたじゃないんですよね、はい、あの体の感覚ですよ、うん、なのであのよく練習ができてるんですね、うん、いや毎日毎日ねレイナ選手と厳しい練習を積んでますからね、はい、もうそのハードトレーニング知られたところですけれどもね、はい、ただああいうところって頭でできるやってることじゃなくて、日々の練習で体が覚えたことですね、うん、体が覚えたところでできる感覚的な要素、はい、おまた投げの形になりましたが、そこでなんか投げてやろうだとか殴ってやろうとかで出た技じゃないですね、そこがすごいです。もう自然に流れの中で、はい、また一つギアを上げていますミオ。ステージを上げてのリベンジマッチです。一度はこのモミに敗れております。私が48キログラム級の中心となって引っ張っていく、そんな決意表明がありました及川道場のミオ、うん、投げはこれはポイントにこそなりませんが、ね、アピールにもなりますし、はい、モミも苦しいでしょう ね、 そうですね。あモミはもう捨て身でパンチで前進してくる。いやモミ選手のこの、あの彼女のスタイルとしては一つ一つね、うん、技を当てて前進してパンチを2つ3つ体の中で体をうまく使って振るうことで相手にダメージを与えていくんですけども、はい、この短い距離でもパンチが復形がすごくね、光るんですけども、このミオ選手が今距離の取り方がうまい、ジャブをよくうまく使えるということと、はいはい、今この一つあの キックのね、このだからこの手と足のバランスがうまいということですね、コンビネーション的に、はい、コンビネーション的にオランダのように攻めの中のコンビネーションでトン上パンチポンポンポンって下にローとかそういうのとまた違って、一つ一つ相手の距離を、相手では自分を攻めてくる上の距離を潰す、防ぐという使い方のコンビネーションがうまいですね。さらに巧みにという印象があります。そうですね。さあ3ラウンドを終了しています。天才と歌われます山口ゆかりと対戦するのはどちらか、ミオかモミか。しかし大有利は否めないところでしょうか。29対28、赤コーナーミオ、ミオジャッジモテキ、29対28、赤コーナーミオ、勝者ミオです。リベンジ成功、そして決勝戦進出です。さて改めて大江さん振り返っていただきましょう。今ね、2人目のジャッジが出た時に、はい、モミ選手が納得したようなうなずきを見せたんですね、このうなずきというのは戦ってる中でしか、戦ったミオ選手と戦ったモミ選手しかわからないこの試合の感想なんです。敗れたという意識があるんですよ、はい、首を振ったりだとかなんでだっていうことじゃなくて、はい、そうかっていう、やっぱり今日はやられた感があったんでしょうね。それだけ強かったミオ、また進歩しましたね。前回モミは勝ってるわけですからね、だからミオは確実に一つ一つ階段を上ってますよね、はい、前回敗れた相手、プロで唯一黒星をつけられた相手に勝ちました。気持ちの面でもその白星は大きいでしょうね。そうですね、この一つリベンジして自分に一つ黒をつけた相手ですから、はい、それに勝って次は決勝、はい、強豪ですけどこれ頑張ってもらいたいですね。いや本当に楽しみな決勝戦ですね。48キログラム級日本トーナメント決勝は山口ゆかり対ミオです。必見です。やっぱり一度初黒星を受けた相手にやり返すというのが今まですごい目的にしてたことなので、とりあえず判定勝利もみ選手にできてホッとしています。でもあと1試合あるので、ここで決勝で勝ってじゃないと本当の勝ちじゃないので、しっかり次勝ってまたここに戻っていきたいと思います。やっぱり相手の方はパンチの得意な選手なので、
私が上だぞというところをしっかり見せたいと思っています。